ジャン・リュック・ポンティは、フランスのバイオリニスト。主にジャズ、フュージョンの分野で活動し、アメリカやイギリスのミュージシャンとの共演も多い。ヨーロッパのジャズ・バイオリニストとしては、ステファン・グラッペリと並び、最も卓越した、かつ影響力の強い人物とされている。アブランシュで生まれる。ポンティは5歳で父からバイオリンを習い始め、また、母からはピアノを習った。その後、 ステファン・グラッペリやスタッフ・スミスといったジャズ・バイオリニストに影響を受けてジャズに関心を持つが当初はクラリネットやテナー・サックスでジャズを演奏しジェフ・ギルソンというピアニストのサイドマンとしてクラリネットを演奏した録音も存在するしかし最終的には本格的にジャズ・バイオリニストとして活動し1964年6月に初のリーダーアルバム ジャズロングプレイングを録音した。1966年9月30日、スイスのバーゼルで、スタッフ・スミス、ステファン・グラッペリ、スウェンド・アスムセンとの共演ライブを録音し、その模様はアルバム、バイオリン・サミットとして発表された。1967年、ポンティは、ジョン・ルイスに誘われて、モントレージャズ・フェスティバルに出演し、地震初となるアメリカ公演を果たして、 それをきっかけに、アメリカのワールドパシフィックレコードとの契約を得た。1969年にはアメリカで、フランクザッパのアルバム、ホットラッツのレコーディングに参加し、また、ザッパ本人も、編曲や演奏で参加したフランクザッパ作品集、キングコングをレコーディングした。ザッパとはその後も共演を重ねる。1969年にはさらに、 ジョージ・デューク・トリオと連名のライブアルバム、カンタ・ロープ・アイランドも録音。1970年代前半には、スタジオミュージシャンとしても活動し、セルジュ・ゲンスブール、メロディ、ネルソンの物語や、エルトン・ジョン、ホンキー・シャトーでも演奏を残した。1974年から1975年に、かけて、マハビシュヌ・オーケストラのメンバーとして活動し、その後は、アトランティック・レコードから、 多くのリーダーアルバムを発表した。アトランティックから発表された作品はアメリカで、商業的に成功を収め、ひなる海とコズミックメッセンジャーは、アメリカの総合チャートビルボード200でトップ40維持している。1977年には5弦エレクトリック、バイオリンを使い始めた。1995年、ポンティはアルディメオラやスタンリー・クラークと共にアコースティックアルバム。 スーパーストリングスを録音し、この3人で6ヶ月にわたるツアーを行った。2011年、チックコリア率いるリターントフォーエバーに加入し、8月よりアメリカツアーを行った。2014年、ジョン・アンダーソンとアンダーソン・ポンティバンドを結成して活動を行った。フランク・ザッパ・マハビシュヌ・オーケストラチックコリアその他、ありがとうございます。